ドコランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国志新戦の動画を作っていきたいかなと思うんですけども、テーマはですね、戦場についてということでですね、作っていきたいかなと思います。今回の動画を見ていただけたらですね、戦場について9割方は理解できるんじゃないかなと思います。またですね、戦場をするにあたって不安に感じる部分ですね、っていうのもですね、解消されるんじゃないかなと思うので、まだ戦場はやってないんですよという方はですね、ぜひ最後までご視聴いただけたらなと思います。よろしくお願いします。 で、戦場する理由っていうのからまず説明していきたいんですけども、このゲームって、まあ、プレイし始めた時ですね。で、最初にですね、どの地域からスタートするかというのをですね、決めれたと思うんですよね。僕の場合はですね、破職からスタートしました。で、中にはですね、慶州、中には西梁からスタートという方いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、その、例えば僕だったら破職の中で、どこの場所からスタートできるかっていうのは指定できないんですね。ゲームが決め ランダムな場所ですねそこからゲームをスタートせざるを得ないということになってるわけなんですね。でゲームを進めていくとですね自分のこの城ですねの周りの資源地っていうのをどんどん取っていってで資源を貯めて建築を進めてみたいな感じでどんどん自分を強くしていくわけなんですけどもだんだん周りの資源地ってもう抑えきってしまうわけなんですよね。 で、どんどん遠くまで足を伸ばしてっていうことをしていくとですね、まあ途中で爆車なんか立てたとしてもですね、結構移動時間だけでもかかるようになってくるということなんですよね。で、兵士が帰れないみたいな部分もあるので、遠くのレベル6以上の資源地を攻撃するとかいう場,場合はですね、いろいろちょっと不便が出てきたりする時もあるんですよね。 ということになるともうまるまるですねこの自分のお城をどっかに飛ばしてですねその飛ばした先でまた資源地を取るみたいなねやり方が、まあ、こう資源地を効率的に取っていく方法の一つなんじゃないかなというふうに思っておりますでもう一つの理由としてはですね 自分が所属してる連盟の方針みたいなところですよね。で、僕自身も一度戦場してるんですけども、理由としてはこの2番目が大きいですね。連盟の方針ということになってます。で、一応今、関中というですね、資源集と呼ばれるところにですね、僕やってきてるわけなんですけども、連盟としてですね、資源地に戦図しましょう、戦場しましょうみたいなのがあってえ、ここにやってきたというわけなんですね。 で、その名の通り、資源集っていうのは、資源地のレベルが高いのが、ゴロゴロ周りにあるんですよね。これ、まあちょっと周りにですね、うちの、まあ連盟の方もいらっしゃるので、こんな感じですよって見せるわけにはいかないんですけども、今見ていただいてる画面だけでもですね、その皆さんがスタートした土地に比べてですね、この資源地の種類が全然違うと思うんですよね。立派な建物多いでしょう。これはレベルの高い資源地ということになってますので、 やっぱ資源集に入るというのはですね、やっぱり皆さん目標にされてる部分だと思いますし、争いごとも増えるという、まあ、週になるんですけどね、この資源集のイニシアチブを握るために、イニシアチブを握るためにですね、まあ皆さん日々争ってるんじゃないかなと思うんですけどね、僕も先日ですね、初めてこの資源集に入って、え対、ー、人の戦争っていうのを体験しましたけどね、ものすごい面白かったですけどね、なかなか面白いゲームだなと思いながら進めさせていただきました。 でまあ、最後の理由といたしましてはですね戦略的意図っていうのがありますよね。例えば、まあ、これは2番目にも近い部分はあるんですけども侵入してきてほしくないなっていう土地があってそこに通ずる道が細かったりしたらその細い道を塞ぐかのようにですね戦場することによって相手が入ってきにくくするみたいなねやり方もありますのでそういったさまざまな理由からですね戦場っていうのを行うということになってるんじゃないかなと思います。 で、えー、この動画を見てくださってる方っていうのはですね、多分ぼちぼち戦場しようという方だと思いますので、そしたら、いよいよ本題の戦場のやり方について説明していきたいかなと思うんですけども、まず、成長タップしまして、で、このページの真ん中、君主というのがあります。はい。ここで、戦、え、場、ー、平城、再起とありますけども、左側の戦場を選んでいただけたらなと思います。はい。こんな感じのページになるのはですね、まあ一応これ、 なんていうチュートリアルって言ったらいいんですかね。<laughs> ここの画面のように洗浄してくださいねというのがすべて書かれております。なんで僕の動画でいろいろ話しせんでもですね、ここ見たら大抵理解できるんじゃないかなと思うんですよね。えー、4マス、3マス、4マスの土地を取って、で、えー、っとこのお城の形にしてですね、そこに飛ぶということですね。っていうのがですね、洗浄のやり方ということになっております。 なんでですね、その領地を抑えんことには戦場できないっていうことなんですよ。なんで例えばですね、まあ僕、は破職から始めましたけど、そうですね、えー、勢に遷都したいなって思ったらですね、遷都に自分が占領する領地を作るっていうのがどれだけ大変かっていうのはご理解いただけますかね。こう、バケツリレーのように1マスずつ進めていって、こう、勢力に到達するか、 その、清涼のお城ですね。っていうのをですね、工場で取るかして、その取ったお城からまたマスを進めていって目的地に進むかぐらいしか方法がないんですよね。で、工場するとなったらですね、連盟に入ってなかったらいかんですしまあ、連盟の方がですね、清涼にいるとかいうパターンの場合はですね、その方の領地っていうのをちょっとお借りしてですね、足場にさせていただいて、で、えっ、ー、と、またマスを進めて目的地に向かうっていうこともできるんですけども、ソロでは結構 現実かなと思いますんで、ね、その遠くまで足を伸ばすっていうのはね連盟に入ることをお勧めしますねで工場っていうのをしっかりやってその土地を利用するというのをですねやっていかんかったら戦場っていうのはなかなか進まないんじゃないかなと思いますで僕自身ですねその先ほど資源集に遷都したということを言いましたけど その資源集に入る前の傭兵館というところをですね、軍団で落として、で、そこから入っていったっていうことなんで、その資源集に位置からですね、マスを進めていったわけではないということなんですね。なんでまあ同じ州でね、戦闘するってなったらですね、まあよっぽど、 こう周りのを取り切らんことには始まらんかなと思いますのでっていうことを考えてもですねやっぱり連盟には入った方がいいんじゃないかなと向上する連盟ですねに入ってっていうことがやっぱり望まれるかなと思いますけどもねでですねその11マスをこう取ってで洗浄するとですねその下の土地っていうのはですねこう 入る資源ってていううのが消えてしまうんですよねこれは市場を建てるときと同じなんですけど、なんでレベル6とかレベル7みたいなね、こうレベルの高い資源地っていうのをですね、潰してしまうような位置にですね、戦闘しない、戦場しない方がいいということですね。せっかくやったらやっぱり空地が多い感じでですね、こう11マス占領するのがいいんじゃないかなと思いますけどもね。 でですね、戦場をやろうと思って、よくある失敗っていうのがあるんですけど、それをちょっと説明していきたいかなと思うんですけどね。ここの、はてなですね。えー、とこの、隣接する11末の空地、えー、建築がない土地を占領すると戦場できますと書いてあります。なんでですね、えーと、要塞なんかが含まれていると、そこには戦場できないので注意してください。で、条件、えー。名声値が5000以上なければ戦場できませんとありますが、これはいざ戦場しようかっていうぐらいゲームを進めてたら、 まあ、明生値は5000以上になってるんじゃないかなと思います。で、えー、場内の部隊を待機状態にする必要があります。なんで、こう、周りに出てて、なんかどっかの領地を押さえにかかってたりとか、あと、まあ、ま、あ屯田したりとかいう状態の部隊がいたら、えー、洗浄はできませんということですね。で、次、場内に作業中の建設、建築施設があると、洗浄できません。ということなんで、まあ、例えば、そうですね、なんか、 空手殿かなんかのレベルを上げてる最中とかいう場合はですね、洗浄できないということになりますので、えー、時間が経つのを待って、完成してから洗浄するか、もしくは禁止を使って、えー、建築をですね、短縮しても仕上げてしまってから洗浄するという形になりますね。 で次、戦場後、再び戦場できるようになるには、なるのは72時間後ですとあるので、まあクールタイムがあるということですね。ポンポン戦場はできないということです。一回やってしまうと、えー、3日間はその土地で、まあ、頑張らないかんということですね。まあ、まあんまりぴょんぴょん飛べてたらですね、まあ結構その戦略的にこのゲームっていうのはじっくり進めるものなので、まあちょっとそこら辺と趣旨も違うけれや、 まあ割とね、忠実に作ろうとしてるなっていうのがすごいわかるゲームなんで、ぴょんぴょん洗浄するというのはですね、そういったところにも遅くしてないのかなと、ゲームバランスも壊れてしまいそうな気がしますんでね、これは納得かなということですね。で、次、は捕虜状態の間は洗浄,洗浄できませんということで、まあ、えっと、捕虜状態に僕はですね、 CBT で1回なったんですけども、その時はね、まあ洗浄しようかなとかいう状況ではなかったんですけどね、この言うたら捕虜状態を解除してからですね、えー、洗浄してくださいということですね。で、えー、洗浄には500金酒を消費しますとあります。で、この金酒ってなかなか手に入れる機会が少ないですよね。なんで、こう、洗浄するぞっていうことになりそうだなと思ったら、 事前にですね、500金酒はしょ消費、消費じゃないわ、あの <laughs>、ためとってもらわないかんということですね。いざい飛ぼうと思って、うわ、金種がないってなったらですね、もう課金とかいう形にどうしてもなってしまいますんでね、無課金の方とかやったらですね、もう最低500金酒っていうのは常にキープしておくことをお勧めしたいと思います。で、最後、洗浄後、洗浄する前に占有していた11マスの土地は中立状態になりますということで、 まあ、11マスを抑えてから洗浄すると思うんですけど、で、また次の11マスを抑えて洗浄した場合は、元あった土地っていうのはですね、自分が抑えてた状態には戻りませんよと、中立状態になってしまいますよということですね。これをよく覚えておいていただけたらなと思います。で、ここら辺までっていうのはですね、割ともう、こう、画面見たらわかることなんですけども、ここからですね、市場、 の、えー、戦闘ということを、戦場を考えていきたいかなと思うんですけど、実はですね、えっ、ー、と、市場っていうのもですね、戦場できるんですね。ただ、えー、条件はほとんど一緒なんですけど、唯一違うのが、市場立てる時のことを思い出していただけたらと思うんですけども、ど真ん中に、えっ、ー、と、レベル6以上の資源地を 用意しなければ、えー、その市場っていうのは作れなかったと思うんですけども、戦場に関しても、その真ん中にレベル6の資源地を抑えた状態にして、で、周り10マスを取ってっていう感じで、戦、え、場、ー、するしかないということなんで、その本場の戦場よりも、ちょっと窮屈なんですね。 その、レベル6がなければ、市場っていうのは戦闘できないということになりますので、どこでも戦闘できるわけではないということですね。で、気になるのが、市場で上げてきたレベルというところなんですけども、ちょっと見てみましょうか。えっ、ー、と、ここで入場してで、市場に行きましょう。で、僕の市場がここにあるわけなんですけども、これですね、えっ、ー、と、レベル、ここの入場して建築のレベルってありますよね。 これはそのまま引き継がれます。なんで、洗浄してもですね、上げたレベルっていうのは無駄にはならないということなんですね。 で、僕、あの、市場はさっさと建ててくださいねっていうことをですね、作った動画があるんですけども、結構見ていただいてる方多いんですよね。ありがとうございます。現段階でまあ5、6000再生ぐらいまでいってると思うんですけども、早く建てるというのはこういうことなんですね。最初はもう場所とか気にせんと建ててくださいということですね。で、いざその市場を活用したい場所っていうのがあったらですね、まあ、洗浄すりゃいいんですよ。こんな感じで。で、その洗浄しても、レベル、<laughs> 上げた建築物のレベルっていうのはそのままなので、早く建てるデメリットっていうのがほとんどないということなんですね。まあ最初ちょっと、まあいろいろ段取り組むのが大変というぐらいのことでね。なんでさっさと建ててくださいねというところだったんですね。ただ一個注意してほしいのは、市場を潰してで新たに建てるということをやってしまうとですね、こうやってせっかく上げてきた建築レベルっていうのはまた一からやり直しということになりますので、 必ず戦場にて、えー、移動させてください。潰して新たに立てるっていうのはですね、やらないようにということでですね、お願いいたします。ここ間違えるとですね、史上早を立てるんじゃなかったということになってしまうんでね、注意していただけたらなと思います。 それとですね最後に、じゃあ、洗浄したら持ってた資源地というのはどうなるのかということですね、もともと自分の城があった周りの資源地っていうのは取ってたと思うんですけども、洗浄することによって、その抑えてた資源地っていうのはなくなってしまうのかどうか、中立になってしまうのかどうかっていうところなんですけど、これはそのまま引き継がれますので、安心していただけたらなと思います。 ただですよ、遠くに洗浄してしまった場合っていうのは、その元々あった城の周りの資源地っていうのはですね、攻められてももう守りようがなくなってしまいますので、もう取られる放題みたいなことになるのだけはですね、しょうがないかなというかですね、ご了承いただいた上で洗浄してもらえたらなと思うんですけども、 まあ、移動するっていうことはですね、移動先にレベルの高い、まあ、資源地を求めてという場合も多いでしょうから、取られても痛くないっていう状況にはなってるんじゃないかなと思うんですけどね。その点だけまあちょっと安心してもらいたいのと、覚悟してもらいたいのとっていう部分ですかね。 はい。いかがだったでしょうか一応、戦場についてざっくり説明させていただいたんですけども、おそらくこれでもうわからん部分っていうのはほぼないんじゃないかなと思います。まあ、僕自身がですね、思いついてないところもあるかなと思ってですね、この動画を見ていただけたら9割はわかるんじゃないかということをボートルで説明させていただいたんですけど、まあ、理解していただけたということだったら幸いですけどもね。 そしたら、今回の動画が面白かったとか、ためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。